今日はですね、ゴールデンウィークの2日目、4月30日。今私がどこにいるかっていうとですね、完成した物置の中にいます。今夜の7時ちょうどですね。ここで何をしようかっていうとですね、見てください、じゃーん、カレーライス。お母さんに作っていただいたカレーライスとサラダですね。これをこの物置小屋の中で食べたいと思います。実はこの物置ができてですね、もう一月近く経ちます。一月近く経ったんですけれども、見てください、これだいぶもう物を置いてですね、物置らしくはなってきてるんですけども、まだ私の部屋の荷物をですね、ここに入れてないです。で、私の部屋の荷物を入れたら本当に物置になってしまうんで、その物置になる前にですね、せっかく作った小屋で、いろんなことをしてみたいということで、まず食事をするということをしてみたいなと思います。ここにラジカセあって、向こうにスピーカーありますんで音も鳴るようになってますけど、そらくんはですね、部屋でご飯食べてます。後で来るんじゃないかと思いますけど、それではですね、このカレーライスをいただきたいと思います。お母さん、ありがとうございました。わざわざカレーにしていただきました。ここで食べられるようにですね、このカレーいただきたいと思います。これ取りながら食べるというのは結構難しいですね。うん、あー、これはめっちゃ美味しいですね。本当にうまいわ。ちょっとお腹空いてるっていうこともあるんですけど、今日はですね、一日暖かかったですね。多分20度は超えてたと思います。ただちょっと風が強かったですね。うん、ちょっとカレーがこぼれてしまいましたけど、このサラダも食べましょう。うん、去年北海道ドライブしましたけど、そこでバンガローとかですね、キャンプ場に泊まったんですけども、その時もうこういうカレーとかですね食べましたけど、その時食べるカレーはレトルトなんで、このカレーのようにですね、本当に大きなじゃがいもとか肉とかですね、人参とかは半分溶けちゃってるんで、あれですね、今日のは本当のカレーですから、超美味しいですこれ。うん、これ電気はですねつけてます。このソーラー式の電池もあるんですけども、ランタンですね、これは実際に電源を引いてます。外に繋いでますね。外の電源ケーブルから取ってるんで、すごく明るいですね。うん、美味しい。これ全部食べ終わりました。超美味しかったです。いやー、お腹いっぱい。あー、美味しかった。夜になりました。夜といってもですね、今の時刻は見てください、これ深夜2時6分です。深夜2時6分に物置で何をするかっていうとですね、じゃじゃーん、これです。寝袋ですね、こう枕。私はパジャマに着替えてます。ここで一晩寝てみようかと思います。逆側から見るとこんな感じですね。もう棚も入れてしまってですね、かなり物置っぽくなってきて、この後はですね、物を入れてしまいますんで、ますますですね、こういうことがしづらくなるということで、最後のチャンス、せっかく作った物置なんで、
部屋としてですね過ごしてみたいということで、あえてチャレンジしてます。今日4月30日ですね。もう実際は5月1日になってるんですけれども、今この中はですねすごく寒いです。多分13度4度ぐらいしかないんじゃないでしょうか。部屋の中はですね20度ぐらい家の中あるんですが、この物置小屋はですねポリカの波板だけなんで、昼間は暑く夜寒いという感じになってますね。この電気がかなり明るいんで、こいつを消すとですねこの LED の明るいのみになります。まあ、これでも結構明るいんで、寝るにはですねちょっと明かりすぎるなと思って、このライトですね、こいつをこう足元に置いて、この LED は消してしまおうというふうに思います。で寒いんで毛布をですねさらに持ってきてます。こいつをこう上にかけてですねそれで寝ると。今ですね寝袋の中に入りました。寒いです。毛布をですね2つ折りにしてかけてちょうどいい感じですね。今時刻は2時15分ですね。これはですね朝になるとですね遮光するものがないんでめっちゃ眩しいんじゃないかと思いますけれども、とりあえず寝袋の下にですね掛け布団をマットレス代わりに敷いてるんで背中は痛くないですね。それでは夜も更けてまいりましたんで、ちゃんと寝られることを期待しつつ寝ようと思います。多分最初で最後ですねこういうことをするのは。ということでお疲れ様でした。そうだ忘れてました、このまま寝ちゃうところだったんですけど、タブレットをですね7インチの持ってきてます。これでですねこれを見ながらしばらくまだ眠くないんで見ようかと思います。 Wi-Fi がつながってるんでですねYouTube は全部見れますね。いつもですね夜寝るときにはですねこの YouTube を見たりとかですねタブレットは欠かせないですね。今まではですね YouTube ほとんどそればっかり見てたんですけど、今はですね実は別ののを見ることが多くなってます。それは何かというとですね、このホームにちょっと行って、このAmazonですね。私Amazon プライムに去年契約したんで、この映画ですね。映画がこうタダで見れると。これは今ハマってますね。こんなにたくさんの映画がですね、タダで見られる。素晴らしいですね。もう病みつきになってますね。ということで今日もですね夜は遅いんですけど、また何か映画をですね見ながら寝たいと思います。おやすみなさい。朝になりました。明るくなるとですねポリカの波板なんで眩しいです。
これ見てください、今物置の中なんですけど、今日はですね、空くんがここで一泊するみたいです。私はこの間一泊しましたけど、今日は空くんが一泊します。もう5月の3日、もうすぐ夜の11時です。私が泊まった時と違ってですね、今日は風が強い、風の音がゴーゴー聞こえてきます。怖いんじゃないかなと思うんですけど、この横は植木が割っててですね、風で葉っぱがこのポリカを打つわけですね、ガタガタ、これすごいですね。ここはですね、寝るときはがっちりと寒抜きをかけて寝ますから大丈夫です。テーブルあるのはなんか夜食を食うとか言ってましたけど、本人がバタバタバタ入れたり出たり入ったりしてますね。早く戻ってこねえかな。だいぶ汚くなってたな、この部屋も。ああ、今日でもすだれをやったんでまだいいですね。来た来た、来ましたね。ということで、私は自分の部屋に引き上げます。あ、なんか持ってきましたよ、これソフス焼きそばとアルコール、あれを使うんでしょうね、きっと。アルコールランプがあそこにありますから。どうも、今日はゴールデンウィークの、まあ、後半1日目です。今日は物置で一泊してみたをやってみたいと思います。今の時刻は夜の11時で、今日はちょっと風が強いです。とりあえず布団はこんな感じで持ってきました。いやー、こんな感じ。これなくてもいいかな。とりあえず今からあの焼きそばを作りたいと思います。風が強いからちょっと音がすごいかもしれないけど、一応すのこすだれ、すのこじゃねえな、すだれか。じゃあ作っていきます。まずはやかんに水を入れます。入れていきました。とりあえずじゃあアルコールストーブでお湯を沸かしたいと思います。とりあえずこいつを使ってこの中にアルコールを入れて火をつけていきます。てかこれ金網どこやったっけ。あった、こいつだ。こいつがないと使えないから、よし。はい、じゃあアルコールとファイヤースタート。よいしょ。これでとりあえず、しばらく待ちたいと思います。よいしょ。この金網を置いて、じゃ待ちます。よいしょ。重い。あれはカインズホームで買った焼きそば。危ね、気をつけないとこれアルコールこぼれたらやばいことになっちゃうから。よっこいしょ、箸持ってこないと。一応上は石膏ボードがあって、結構明るいね。お、出始めたね。見えるかな。はい、3分経つの待ってるんですけどね。いや、てかへこんじゃった、こう熱で。やべえな、アルコールストーブの力。はい、じゃあ3分経ったんでお湯を捨てたいと思います。
ちょうどね、ここが隙間になってるから、ここから捨てます。いれ、箸を持ってきたんで。よいしょ、リソースを。よいしょ。葉っぱがうるせえ。あとで噛み切ってやる。テン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 。よし、混ぜよう。よいしょ。よいしょ。混ざらねえ。お湯がちゃんと沸いてなかったから。できた。いただきます。うん、うまい。でもちょっとやっぱお湯は沸けてなかったみたいで、ちょっと硬い。風がね、強い。だからちょっと寝れるか心配だけど、じゃあそろそろ寝たいと思います。風がすごい。今の時刻は12時過ぎ。よし、じゃあ準備します。テレテテ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 テ。準備完了。寝るときはこいつを、よいしょ、置いて、さあこっちも一個つけとこうか。ここのライトをパチッと。おお、こんな感じだ。暗いな。寝ます。おやすみなさい。